最近友達がさ、日本語ラップクラシックブッダブランドの人間発電所がめちゃくちゃやべえから聞いてくれってさ、もううるせえぐらいおすすめしてきてさ、もうプッシュプッシュプッシュって感じなんだよね。もうすっげえおすすめしてきてうるせえからさ、今日仕方なく聞くんだけどね。仕方なく聞くんだよ。皆さんもよかったら一緒に聞いてってよね。仕方ねえな。緑の五本指飛ぶ歯飛ぶ日、赤目のだるまの押し切り、どまぐれ気質なハスラー坊主、無敵の三本マイクブル MC、 What's my name? すご腕 DJ マスターキー。いやー、かっこよすぎない？かっこよすぎない？え、ゾクゾクするこのセリフだけで不死鳥の鳥肌。いや、何この語り。え、緑の五本指、マリファナのことだったもんね。でこれはなんかニップスさんの別名らしいですね。これは、うん、赤目のダルマのおじき、ひゃー、こうすごい言い回しが全部渋い。日本語クラップクラシックは高校が好き。いや、だってこれまだ自分たちの紹介をしただけだぜ。素顔で DJ マスターキーっつって、なのにこの迫力、リバーブさえもかっこいい。すごい、これなんだ、これすごいですよ。聞きましょう。おー、うん、いやー、かっこいい。うん、おー、いやー、すごくない？いや、すごくない？もうこのトラックずっと聴いてられるよ。令和でもノリが健在、すごい。いや、これでさ、サンプリングじゃないですか。サンプリング、今で言うとなんかサンプリングってなんか曲をまあ適当に取ってきてなんかそこにはめ込む技法でしょみたいに思われてるかもしれないですけど、この時1990年代ですぜ。だからさ、もうネットなんか情報がないわけですよ。だからこう、どうやってサンプリング元を見つけるかって言ったら、それはディグ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 ずーっと掘り続ける。音楽をずーっと聴き続ける。いや、それを踏まえると、めちゃくちゃすごくないですか。だってなんか友達の話によると、デブラージさんなんかドラムの音を聞いただけで元のサンプリング音が分かっちゃうぐらい、そんぐらい変態だったらしいんですよ。それを踏まえた上で、そのディグの労力とか深みも踏まえた上で、この未来永劫を聞き続けられるループ、すごいすごい。それを見つける才能、すごいでしょ。いや、スキル、若い人たちのスキルで車に構えてるみんな、いや、ガードを下げてください。これ、1996年です。ほとんどね、日本のほとんどの人が、まだ海外のラップは英語でするもんとされててね、日本語でかっこいいラップなんてできないとされてた時代に、これ、すごくないですか？なんかこう、英語のリズムの腹渡だけぶち抜いて、そこにトゲトゲしい日本語をバコンってぶち込んだような、この斬新で強力なフレーズ、めちゃくちゃかっこいい。英語？日本語？え、どっち？うるせえ、ヒップホップだみたいな、この感じ。これがめちゃくちゃかっこいい。これがさ、このなんか、多くの日本語というね、この因果から解き放ってくれた感じがある。日本語ラップの幕開け？幕開けって感じがするんだよな。いや、ほら、めちゃくちゃ当時湧いたんだろうなっていうのが感じて、すごい感動しています。すごい、これはマジで。ウサデサンボイキラー、なぜなら俺はトラトラトラ、よいデンジャー、全身超エルヒップホップロシア、不解決穴持ったフットマキブダ、不気味な開拓者。いやー、かっこいい。いや、ちょっともう前に戻るけど、トラトラトラよりデンジャー。いや、トラトラトラは多分真珠湾攻撃とかのね、軍の奇襲の合図とかでトラトラトラってあったらしいんですよ。それかわかんないんですけど、それよりデンジャー、指図は受けない。言うかっこいい、かっこいいですよ。もうこの頃ね、サンプリングはね、こうなんかヒップホップのサンプリング醍醐味みたいなもんでから、こう、なんでしょうね、こう、なんでしょう。深みが全然違うんですよね。元ネタを知ってるだけで。これって何を言ってんだろうってサンプリング元を、探ると、ブワーって広がるこの感じ。これがすごい。日本、これすごいですよね。おだから私はまだこの曲を半分も楽しめてないということなんだなっていう、この深さもさらに知れてすごいんです。もう、本当にすごい。何回も止めてすいません。直下型ペンバスタマジヤバマザパキ大型オリジナルフレイバー、なるほど、ね、ちゃうアガタ直下型ペンバスタマジヤバ、すごくない？
意味がどうとかつまんないことは言わないでくださいね。これが日本語ラップに与えた影響はきっとやばいですよ。きっとやばい。この上がった直上がったブレンバストマジやば。これがこのさ、なんか日本語ラップ独特のリズムを変な言葉へのこだわりとかをブーンってぶち壊してくれたと言っても過言じゃないぐらい、それぐらいのパワーフレーズ、パワーワード、マジすげえ、上がった直上がったブレンバストマジやば、マジやば、すごいですよマジで。まあ、切り吹きま言葉切磋琢磨来かご用気ば生きらおうこのおめましいるで一番生かす MC That's me be いやーかっこいいっちゃったよ今まだ普通じゃない波外れてるいやだよブラージさんかっこよすぎるでしょ。いや、粋なおどまの、いや、粋な男のおでまし、いるで一番生かす、that's me, me. いや、いいだけで、当院、客員をさ、ごちゃ混ぜ、that's リズミカル暴力って感じ。ぶっ飛んでるよ、マジで。で、こうさ、みんななんでこう、日本語クラシックをね、ありがたがれみたいに、こう、おじさん方が言うかというとですね、多分こういうふうに、日本語ラップの歴史、言葉の踏み方とか、そのリズムの固定が、あの、観念とかをぶち壊してくれた、みたいな、こういうね、あの、歴史があるからこそ、もうありがたがれみたいな、ことを言うんじゃないかと思うんですよね。俺も頭固いジジイは嫌いだけど、こういうなんかブッダブランドみたいに日本語ラップにあの与えた影響をね考えるとですね、もう一理あるな、クラシック論っていうのはあるんですよね。だからそういう視点を持って聞くとすげーってなりますよね。すげー、本当にすげー。が独創性にと雲の上でチェ上には上がえつまり俺らブルーかっこいい。ボッチンのモテるフロー持つ守る NIPPS です。は？わかんないよ。何それ？アビザ NIPPS です。いや、つまり、I be the nips です。まあ、英語で自己紹介みたいなことをしてるだけですな。英語で I be that って始まってんのに、です。NIPPS です。ですっていう敬語で終わるという。何これ？名前もわざわざさ、音を良くするために NIPPS ですってこう変換する。この英語も日本語もごちゃ混ぜにさ、混ぜまくってこう出されたラップという純粋な化合物という感じ。すごいこれ。英語圏の人も羨むフローじゃないですか。NIPPS です。言えて！すげえかっこいい。かっこいい。第76コロシアム。ウニ MC's get gas like the モードク。猛毒、ガス。いや、多分これ、多分サリンのこととかじゃないかなと思うんですけど、そういうこうね、時代背景もサンプリングというか、歌に乗ってるのがめちゃくちゃいいんですよ。なんか、音楽の聴き方とかにこだわりはないですけどね。なんかそういう、なんか、聴くたびにその時の歴史を聴けるっていうのを、これはもう日本語クラシックじゃなきゃ聴けないじゃないですか。それがめちゃくちゃいい。だって今なんとなくサリンって危ないもんなんだろうなって思ったけどさ、当時の状況とか感じて、あの、サリンに対する恐怖とかをさ、加味した上で、この、自分たちをサリンに例えるという、この比喩、すごくないですか？そういうのも全部加味して好き好き全部好きすげえ好きですマジで。炸裂オペンや英字一撃一発ブラマシでスタイルで小学生のポスースムーボールフォンのブレーンキーバジルシーいつもフレッシュいやー ESH31 直送フローエナユーソーマシでスパイラクステレスのジェット本目本目オリジナル防災一緒ラップマジでブラジオートゲエオマリックブラヘッツのコセガレいやーかーすごくない？何このつなぎ方。なんかむしろ今聞くと斬新新しいって思ってってしまうほど展開に飛んでますよね。本当に1996年って感じ。この一見この無理やりなサンプリングの波をね、この3人の MC が乗りこなすこの感じがたまんないんですよ。マジで全然違和感がない。これがすごい好き。で好きマジで。マジすごい好き。地で見れ雑魚忘れられねえ。Man with the dirt eye 見つめの防災。進化隠す俺が通る部屋。かっこいいよこれ。Man with the third eye。Man with the third eye。第三の目を持つ男です。Man with a third eye ですか。いやすごい。もう Man with a third eye っていうのどっかのブランド名にしてもいいぐらいかっこいい。パワーワード。いや、なんか、彼らはもともと海外でね、こう、もう、生のヒップホップに触れてたらしいんですよ。それを日本に帰ってきて、あの、この曲を出したから、なんか逆輸入とかも言われてるぐらいすごいんですよ。だからね、こう、海外にいたからこそ、日本語のこの語感とか、ラップにするときの弱い部分とかをこう、俯瞰で見れてるからこそ、こういうね、めちゃくちゃかっこいいラップができんじゃねえかなって思うんですよ。これ、こう、日本語ラップはもっと自由にできるぞっていうことを、この与えた影響、それ、スガーンって感じじゃない。すごくないですか？マジですごい。マジですごいですよ。いるな風貌なこの俺。キーフレッシュプロカツ持ち Everyday かっこいい。You need heart
hard to play this game 気持ちが lame much I wanna home player になれねえ It ain't hard to play this game 気持ちが lame much I wanna home player になれねえかっこいいドラのポーズのようスネージョンスモークギョンオギョンのブルースターフラフローいやーかっこいい You need a hard to play this game 気持ちが lame じゃモノホームプレイヤーになれねえいやこの You need a hard to play this game このゲームをするにはハートが必要だぜといやーここだけでドッキュンえ歌詞が全然錆びてない未来英語を歌えるフレーズじゃないですかほんなすごいよその寺の坊主のようスネアドラムスモーク行お経のブッダスタイルライムエンフローやーべーですよここかっこよすぎるだろうなお寺絡みでこのブッダブランドという音楽を表現するこの感じたまんなくないですかでさお寺で比喩したからってこう全然悲しくなってないのだからお坊さんでちょけてるって感じにもならないのマジですごいなんかトラックの感じと相まってなんかこうお寺のような哀愁がすごくないですかこれこのトラックとワードセンス最強すごいって思ういやーかっこいいそして天まで飛ばそうよそして天まで飛ばそうよそして天まで飛ばそうかっこいいよそして天まで飛ばそういやかっこいいこのエコーがかっこいいよねエルマティックな MC's 火を吹く取り巻く山火事 like スペシウム光線いやなにそれかっこいいイルマティクブタ MC's 火を吹く取り巻く山火事ライカスペシウム光線いい言いて口が言いてとのた打ち回るよこのフレーズを俺の舌がこのフレーズを求めてます音日本語としての音が気持ちよしいやどこで踏んでるから気持ちいいのイルマティックブタ MC's いやどこで踏んでっから気持ちいいんですかってぐらい気持ちいいコロコロこう下に脳みそがついてんですかこれはすごいめちゃくちゃ気持ちいいすごいなこれかっけかっけかっけいやかっこいいデブラージさんの視察音は天をもガツマジですごい見下ろす見下す見透かす透かすうーわ切り殺されちゃったかっこいいよ見下ろして見下して見透かす心の中をかっけー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 あとねこうニョキッと立つライカ戦闘の煙突この辺もこうなんか時代を感じて非常に好きたまんねーかっこいいよこれ見せ物までの射程距離測るどんくさかっこいい意味もない MC 消し去る Ready to attack 爆弾落とす One, two 猫そぎざこの目たやすかっこいい埋める有無を言わさぬベンチョコロギキューマン二つリリスと気取るかっこいいへこますブッダの名乗るやつ落とす地獄切れててごめん切り捨てごめんダブラジ真の死の死の職人うえぇかっこいいデブラジ真の死の死の職人かっこいい真の死の職人真の死の死の職人おい音先行で紡がれたからこそ湧き出る最強のフレーズ真の死の死の職人音日本語の音がやばいよすごいすごいなこりゃマジですごいなあの旦那ベーモードフォーカー即焼き尽くすアンラガスバーナーうわーはぁかっこいいマジでここまでカラオケでやりたくなりますねめちゃくちゃかっこいいはぁーってうわめちゃくちゃかっこいいいやーめちゃくちゃかっこいい。本当に1996年ですか。すごい。いやーすごい。楽しい。楽しい耳が楽しいって言ってる。
いやからそのこのサンプリングのすごくいいところはですね、このびっくり箱のような面白さ、豊漁さ、ブタブランドの皆さん全員乗りこなしちゃうからすごいんだよ。そんでさ、サンプリングのもう一個面白いところはもう掘れば掘るほどさらなる知識にこのつながるこの快感、これがすごいですよね。私は多分この後歌詞を見返して、これ何のこと言ってんだろうってまた調べてまたこの曲を聞きます。それをずーっとループする。それぐらいね、深みがある日本語ラップクラシックはすごい楽しい。もう腰据えて全部聞きたい。すげえマジで。いや、でなんで最後にここに持ってきたのとか気になりますよね。すごい。わあ。いやー、いや今聞いても新しいというか斬新じゃないですか。なんか技術的なラップの面はここでもう完成されてません？すごい。本当に最高。明日友達に教えてやろう。